カモさんがマインドを磨き続けるために継続していることは何ですか？すごいな、ざっくりした質問だな。マインドを磨き続けるための継続していることは、もうこれ言葉にするとすごいシンプルなんですけど、有意識、有意識です。やっぱりマインドって、まあこれ何度も何度も話し方の学校で説明しているので、今日はホワイトボードに書かないようにしようと思うんですけど、無意識無能から有意識無能第二段階に入り、そして有意識有能になり、最終的には無意識有能に変わっていく。そして僕はマインドを磨き続けるというのは、この無意識無能と、無意識有能の間の第二段階と第三段階のことを磨き続けるプロセスと捉えてます。なのでこの二つの領域は何かっていうと、有意識無能と有意識有能領域、第二第三領域、これこそがマインドを磨いてる道のりの途中の人間の、心構えだと思っているので、僕はとにかく有意識を意識しています。もう極端なこと言うと、日常の歩き方から、呼吸の仕方から、食事の取り方から、人と会った時の目のつけどころや、最初のファーストトークや、相手の人の話を聞く時にどんなアンテナで聞くかであったりとか、日常の風景の中から何を自分は感じるか気づくか、そしてそれをアウトプットするかとかっていうふうに、どれだけ有意識の時間を増やせるかっていうチャレンジをしています。でもちろん、カモさんちょっと待ってくださいと、そこまで細かく意識すると疲れませんかと、もし聞かれたらこう答えます。疲れます。なのでパーフェクトは目指さないっていうことも同時に意識してます。もう一度整理しますね。日常をどれだけの時間を有意識で過ごすか、これこそがマインドを磨けることだと思っているので、有意識の時間を増やすと決めています。それと同時にパーフェクトは目指さない。わかります、この感じ。有意識の領域をできるだけ増やすんだけど、パーフェクトにやろうとするとクタクタになってしまって、日常が楽しめないのでパーフェクトも目指さない。つまり自分が心地よいところまで、ここまで感じたいというところまで有意識の領域を増やしていく、そんな心構えで生きていること、それがマインドを磨き続ける継続力になっていると思います。でもね、この考え方にはご褒美があって、マインドを磨き続けようと思って有意識でいると、日常の何気ないものの中からドラマがいっぱい来ますね。ドラマが、例えば朝起きて家の窓を開けて晴れていると、もしかしたら普通の人だったら、あ、晴れてると思うかもしれないけど、うわこんな空って感じたりします。あ、この前ちょうどね、うち窓を開けた瞬間にうわーってこう自分の中で、あれ俺の iPhone どこ行った、うわーっとなって思わず写真を撮ったんですよ。俺あんまり風景写真とか普段撮らないんですよ。基本的に僕の iPhone の写真はですね、圧倒的に自撮りが多いんですけど、思わず写真を撮ってしまった景色の、それ何かっていうと、あ、これでわかるかな、これ見えるかな、難しいかな、これが見やすいかな、これ見えるかな、これ思わず窓を開けた時に写真を撮ってしまったやつなんですけど、なんとなく分かります？これどこがポイントかっていうとですね、この街並みじゃないんですよ、分かるかな、ここ黒くないですか、 この上の方分かります、この街並みの上部の方が黒いんですよ、こことか分かります、これ黒いとこと白いとこあるでしょ。でこれ何かっていうと雲ですね。雲、当然ですけど、このビルが明るくなっているところは太陽が当たってるんですよ。で、あの黒い筋のところは陰ってるんですよ。でね、これを見て何を感じたかっていうと、あ、そうかと思ったわけ。どういうことかっていうと、例えばですよ、この、黒い影のところに今いて、朝窓を開けたばかりの人はどう思うかっていうと、今日は曇りだって思うんです。そしてこの明るいところに住んでいる人が窓を開けて今日のことをどう思うかというと、今日は晴れだって思うんですよ。それってすごく不思議だけど、これ
真実だなって思ったわけ。どういうことかっていうと、この社会はクソだって思う人もいれば、この世界って最高だって思う人がいる。でもそれは同じ場所にいたりする。ほんのちょっと違うだけで、同じ今日、同じこの瞬間、時間、同じ空を見ても曇りだって感じる人もいれば、晴れてるって感じる人もいる。これこそリアルだなっていう思いがしました。そしてこの現象を見た時に、もう一つ僕の中で、心が震えたのが、自分はどうするかです。皆さんだったらどうしますか？この景色を見て、ああって、今この瞬間晴れてるって思う人もいれば、ああ今日曇りかって思う人も同時にいるんだなと思った瞬間で、僕はこの景色を見て、ああそうだなって、今この同じ瞬間でも違うことを感じる人がいるんだなと思った瞬間に、ああ俺は太陽になろうと思ったんですよね。つまり太陽はずっと照らし続けてるんです。僕は講演家としてたくさんの前向きな明るいメッセージを発信していますけど、例えば僕の講演会に来てくれた人が2年とかしばらく会ってなくて、久しぶりに僕の講演会に来てくれた時に、僕が声かけたりするわけですよ。わあ久しぶりですねって言うと、こう言われることがあります。すいません、ここのとこずっと落ちてて、カモさんに会える状態じゃありませんでしたって言われることが多々あります。で、僕それ気持ちわかるんですよ。僕あまりにも明るくてポジティブで前向きすぎるので、自分がネガティブになっている時に僕のメッセージ辛いって感じるそうです、まさしく陰ってる時はそんな気持ちになるっていうことです。じゃあ僕はどうするのか。僕は太陽でいよう。わかりますかね。この黒い部分、影の部分にいる人がどうあろうとも太陽は変わらないって思ったんですよ。要は、ああちょっと太陽眩しいから辛いですって、そんな風に思ってるタイミングは人はあると思うんですね。そのことによって僕が態度を変えるかというと、僕は変えない、いつまでも照らし続けてるよって、そして太陽の光を浴びたくなったらいつでもつながれるよっていうところにいようって、そういう風に感じましたね。っていうふうに、いつもこうアンテナを有意識でこの世界を見ていると、たくさんのことに気づける。まあ極端なことを言うと、窓を開けて日陰と日向があるっていうことを目にしただけで、自分の在り方、どう生きるべきかっていうことを深く深く感じて涙が溢れたりする、そういうご褒美がやってくるってことですね。なのでマインドを磨けるさ、マインドを磨き続けるための有意識っていうのは確かに疲れますが、それよりもはるかに大きなプレゼントをもらえることができるよっていうのが僕の実感ですね。なので話し方の学校というですね、鴨頭義人から学んだ、意識が高い系の皆さんにはぜひおすすめします。これからもマインドを磨き続ける道のりを生きていると自分で決めた時には、有意識領域を心地よい範囲まで広げて日常を過ごすようにしてください。